どうもこんにちは、ミスター時代モッドですえ。今回はですね、今 GTA5 がね、非常に評価が落ちている。で、下手したらこのままでは GTA6 の PC 版が出ないかもしれない。開発、そもそもされないかもしれない。下手したら GTA6 の、えー、オフラインもね、ストーリーもね、もしかしたら危険かも危ういかもしれないっていう発売が。 今大変な状況にあるっていうことがね、GTA が。えー、今回はね、それについてじっくり説明していきた話をね、していきたいと思います。このページ何かというと、あの、Steam っていうね、PC 版の GTA5 を販売しているサイトみたいなものなんですね。で、そこのね、ユーザーレビューってあるんですけども、ここ圧倒的に不評っていうことですね。最近、えー、直近、最近っていうのは直近30日間の、まあ、1ヶ月間のユーザーレビューが約4万件あって、そのうちのね、87%が不評。不評ということですね。あの、いいね、YouTube と同じで、えー、いいねボタン。 えバッドかグッとか、グッとかバッとか、もう2択しかないんですけど、えー、そのうちの87%がバッド評価っていうことですね、えー。もうトータルでもね、賛否両論にまで落ちてしまったと。これはあのー、先週ね、まあ、この騒動、一連の騒動が先週あって、それから一気にグワーッと下がったんですけど、それがあるまではまあ高評価で、軒並み。 ね、神ゲーとしてね、赤立てませられていたというか、まあ、今まであの世界各国どんなストアでもね週間月間ゲーム販売ランキング人気上位にね常に GT5 がね発売から3年ぐらい経ってるのに、いまだに上位に躍り出てるっていうね紛れもない神ゲーっていう状況が続いてたんですけども、先週ね、これの販売元ですね、<laughs> テイクツーインタラクティブっていう会社、えー、ロックスターっていうのはこう制作している会社なんですけども、GT5 を 販売してる会社がテイク e インタラクティブって言うんですけどもね、とあるね、ミスった判断をね、えー、やってはいけない、まあ、一線を越えてしまったと言っても過言ではない、えー、誤った判断を下してしまったために、まあ、このようなね、ユーザーがめちゃくちゃブチ切れて、<laughs> 圧倒的な不評っていうことになってるんですけども、えー、具体的な話をしますとですね、簡単な、えー、図式で書いてみました。<laughs> 非常に簡単な図式ね、<laughs> ペイントソフトですね、これはね。はいえーまあ、このようにね、えー、まず g t 5っていう の制作しているロックスターも、まあ、おなじみですよね。えー、テイク2っていうのはこれを販売している会社ですね。もしかすると、えー、視聴者の皆さんの中には、これは知らないけど、テイク2は知らないけど、ロックスターは知ってるよみたいな人多いかもしれないですね。あの、GTA Andreas,、サンアンドレアス、バイスシティ、昔からこれ作ってる会社、昔から一番最初から存在した会社ですね。で、それが、えー、いつしか、この会社の、参加に入ったわけですね。ロックスター。で、今回はこのテイク2インタラクティブっていうね、えー、会社が、 とある発言をしたことによって、えー、問題になったということです。何を言ったかっていうと、も、え、う、ー、ちょっと後々説明していくんですけど、このオープンフォーっていうね部分がありますね。これオープンフォーって読むんですけど、これオープンフォーって何,何かっていうとあのいわゆる MOD ですよね。はい、MOD まああのまあ、プログラムを改変して、まあ チートととはちょっと違いますけども、GTA5 を自分らで、ね、好きにカスタムして、えー、遊ぶと。実写を入れたりとか、えー、グラフィックモッドを入れたりとか、マップを追加したりとか、そういういろんなことができるモ,モッドを、えー、入れるのになくてはならないツールっていうんですかね。ツール、まあ、ソフトみたいなものですよね。こういう私が今使っているペイントソフトもそうですし、動画編集のソフトもそうですし、うそういったツールというかソフトみたいなものですけども、これがないと、まあ、この他にもいろんなツールがあるんですけども。 このツールっていうのはまあ、いわゆる芸能界でビートたけしとかアカシアさんまレベルのね、大御所なわけですよ。今までね、GTA シリーズにわたって10年間ぐらい開発が続けられてて、10年間ぐらいもうあの、ファンから愛用されてる、もうあの、多分 PC 版 GTA5 ユーザーでは知らない人いないんじゃないかなっていうレベルのもう、ね、これあっての PC 版 GTA シリーズ。 って言われるぐらい、も、ま、う、あ、あの、PC 版 GTA を今までね、購入求めてる人はみんなモッドがね、やりたかったわけですよ。モッドもないのに PC 版 GTA なんかね、欲しいって人はね、多分いないんじゃないかなって、それぐらいね、必要不可欠なモッド。そのモッドを使うために必要不可欠なオープンフォーっていうツールがあるんですけど、このツールに対してね、ちょっと説明が長くなっちゃいましたけど、このせツールに対して、テイクツインタラクティブが、まあ、 法的措置をね、取るぞと。脅してきたわけですね。えー、当たり前ですね、まあ。モッドっていうのはやっぱりテイク2インタラクティブ、まあ、GTA5 作ってロックスターにしてみれば、自分らがね、作ったオリジナルのゲームを勝手に改造されて遊ばれるわけですから、いい気はしないよね、当然。いい気はしないと思います。クリエイターとしてはね。クリエイター、この制作会社、クリエイターという面で見たらいい気はしない。ただ、ビジネスマンとして見たら、ビジネスとして見たら、企業として見たら、 あのーね、あの、よくミクロ経済、ミクロ経済学の衝撃概念にもあったんですけど、あの機械損失っていう言葉あ、チャンスをね、チャンスはやっぱり物にしろっていうことですけどもあの、このモッドがね、あるおかげで、ユーザーがモッドを作ってくれてるおかげで、も、ま、う、あ、我々にはない発想を、この g t 5に対して寄与してくれた。まあ、g t 5の、もっと言えば売り上げに寄与してくれたっていう側面があるわけです。今まで約10年間近くね、この Open4 が、えー モッドのね、開発頑張ってくれたおかげで GTA がここまで来れたと。GTA5 の PC 版が今日本でこれだけ売れてるのってね、ある意味これがあったからこそって言っても過言ではないんですよね。下手すると。モッドがないのにここまで売れないですよ。うん。でもだからといってモッドがね、GTA5 の公式のものでもないし、ユーザーが勝手に作った、もうあの、ユーザーが勝手に作るものですから、著作権なんかはもう本当にそれこそね、乱れまくりで、あのこれ、これが悪いんじゃない これが悪い,悪いわけじゃないんですよ。まあ、あの、これが悪いわけじゃなくて、これをね、使った、えー、モッド開発者たちが、まあえー、モッド開発者おのおのの、まあえー、モラルの問題なんですけども、まあ、でもそれを許していたオープン4が悪いっていうのはね、えー、講義で言うと、まあ、一部あると思う、思うんですけど、えー、何が問題かというと、なんでこんなね、じゃあ、今ちょっと一連の流れを説明しましたけども、なんでこんな、 GT5 が今、不評の嵐なのかというとですね、このように不評の、圧倒的不評の嵐なのかと言いますとですね、えー、さっきも言いました通り、オり、Open4 以外にも、いろいろなね、MOD を使用するためのツールがあるわけです。えー、私、こういうふうに並べてみました。この横一列に並んでいる、これが全部ね、えー、私が、まあ、一例ですね。私が挙げた一例、ツールの中の一例です。他にもね、まあ、星の数ほど MOD を使うためのツールっていうのがあるわけですね。スクリプトフックですとか、ジョーダンズモッドメニュー。 メニューとか、オープンフォー、まあ、他にもいろんなある,あるわけですけども、まあ、これ特に有名どころを集めたわけですね、今回。で、えー、ここからちょっと詳しい説明になっていくんですけども、GTA5 に関して言うと、GTA5 は大きく分けて二分できるんです。GTA オンラインというコンテンツ、これはもう完全にオンラインを舞台にしているわけですね。GTA5 っていうオフラインですね。オフラインを舞台にしてもストーリーですよね。シングルプレイヤー、シングルプレイヤーなんて言われてますけども、シングルストーリーね。えー このね、Open4 っていうツールはですね、99%、いやもう100%で言ってもいいぐらい、オフラインに対して、まあ、開発を行ってきたツールなんですね。で、えー、他のこういうメニューとか、ジョーダンズメニューなんていうのは、えーまあ、同じく MOD をね、えー、扱うためのツールなんですけども、オンラインに対しても使えるという状況があるわけですね。で、GTA5 のオンライン、 で、今、チーターがね、結構暴れてるっていうのは皆さんよく聞くと思います。巷でもね。てか、実際に見かけたことあると思います。なんか空を飛んでる変なプレイヤーがいたりとか、お金がね、うん十億とかね、持ってるとかね、えー、車がねだ、無敵とかね、銃を撃っても死なないプレイヤーがいるとかね、そういういくらでも報告聞いたことあると思うんですけども、まあ、そういう悪い奴らですよね。まあ、それが今回の問題の元凶とも言えるんですけども、それをね、えー、まあ、野放しにしていたこのクソ会社、ね、ちょっと言い過ぎだけども、テイクツインタラクティブがね、 自身のセキュリティを強化して、そいつらを対策すべきなのに、本来。それができずに、できなかったから、今回、あの、オープンフォーに、とばっちりをね、当ててきたと。お前らのせいだと。こいつらのせいで、チーターがいるんだって。俺らのセキュリティ不足はね、棚にあげて。こいつらのせいで、まあ、今オンラインがこれだけ荒れているんだと。言ってきたわけですよ、GTA オンラインね。これに対して問題をね、今回シフトしてるわけですよ。でね。 えー、こういうジョーダンズメニューとかメニューっていうね、あのー、オンラインでも使えちゃう悪いプログラム、モッド、ツールがあるんですけども、今のね、今 PS4 とかで蔓延してるチーター、PS3 で蔓延してるチーターがね、主に使ってるのはどちらかというとこっちで、どちらかというとというよりも、むしろ99%、ほぼすべてがこっちを使ってるんですね。このような、えー、悪いプログラムを使って、えー、お金を増やしたりと、オンラインをね、荒らしてるわけですね、無敵使ったりと。 で、このオープンフォ4っていうのなんですけども、これは、えー、ここにね、矢印が書いてありますけども、これバッテンしてありますね。これだけオープンフォ4だけ。こっちはバッテンしてないんですよね。メニューとか冗談詰めにバッテンしてない。これはバッテンは何かっていうと、オープンフォ4が、えー、オープンフォ4を使うユーザーに対してオンラインに行けな,行けないようにしてる。オープンフォ4自身が自動的にオンラインへの入出を制限してくれているんです。なぜかというと、ユーザーがね、 えー、オンラインにモッドを持ち込んでしまうと、えー、当然ロックスターからバンを食らうわけですねだからバンを食らわせないように Open4 が守ってくれるっていうね独自のプログラムが働いてるわけですここでオンラインに行かせないように止め,止め,止めててくれるんですね行けないっていうか、まあ、行かせてくれないんですねはい、あえー、だからそれだけねオンラインに対しては、まああのー、自身の信念を持って Open4 は、えー、ユーザーを守るというか、まあ、オンラインを乱さないオンラインは荒らさないあくまでオフライン一人で の世界で人、まあ、とね自分のアートをね楽しむというか、まあ、自分の芸術みたいなもんですよねある意味持っとってね自分の庭づくりを楽しんでいくそっちにねシフトしてたんですよオープンフォーっていうのはでも全ツールの中で言うと圧倒的に大御所なんですよね有名なんですよ10年間も開発続けられてきたわけですから今までの GTA シリーズで常にメインにいた存在だから知名度で言うともう彼らも,もう昔から多分把握してたと思うんですよ で今回はね、見せしめになんだか、えー、この人は実はね、オンラインに対しては問題を起こしてい,いないっていうことを知らないでなのかわかんないけども、オープンフォーに対して法的措置を送ってきたんですね。こちらには法的措置は送ってはいないんですね。でこの時点でもう、あの、おかしいだろうって皆さん思うと思うんですけども、ユーザーが今回これだけ不評の嵐っていうのはそういうことなんですね。えー、もう一度簡単に説明しますと、オープンフォーがないと、 PC 版 GT5 を買ってもモッドができない。要するに、ほとんど PC 版 GT5 を買った意味がないんです。これがないとモッドができないと言っても過言ではないですからね。でも、これは、オフラインに、オフラインに対して、オフラインに対してのみ、まあ、働いている、えー、役に立ってるツールであって、オンラインに至っては全く関係ないんですよ。そもそも、ユーザーをオンラインに行かせないんですね。これを導入している時点でも、ユーザーがオンラインに行けないように、セーブかけてくれてるわけですよ。 なのにもかかわらず、今回、オンラインを荒らしてるチーターどもが使っているモッドツールを成敗しようという名目でね、変な大義名分で、このオープンフォ4を、ね、潰しに来たわけですね。もう非常に謎な行為のしてる来て、来てくれちゃったわけですけども、テイクツーインタラクティブさんは。ね本当は、こういうものを潰さないと、チーターっていうのは消えないんですよ。こんなね、大腰ですけど、いくら大腰であろうとこんなのを潰したところでね、 オンラインのチーターは一切一人も減らないですし、チーターは何にも困らない。だからね、えー、まあ、ユーザーとしても何にも嬉しくないし、会社としてもむしろ不評の嵐を受けたからね、両者両存の骨折り存でしかないわけですよね。何も、これだけひどい周知をして得られるものが一つもないと。何がひどいかっていうと、オフラインユーザー、PC 版のオフラインユーザーっていうのが一定数いるわけですけど、 彼らはね、オンラインにほとんど行かない、まあ、いわゆる引きこもりみたいなもんなんですよ。で引きこもりだけど、も、まあ、家でね、えー、ひそひそとこう、まあ、盆栽作りを楽しんでるというかね、まあ、そういう人たちなんですよ。そういうのが好きな人たちなんですよ。その人たちからオープンフォ4を奪ったと。もしオープンフォ4を入れてると、GT5 起動できないっていうか、まあ、えー まあ、起動でできないって言ってて言も等しいですかね GT5 ってあの定期的に今でもアップデートしてるのでそのアップデートするたびにこのモッド側もね常にアップデートに追いついていかないといけないっていう側面があるんですけどもだから毎回このスクリプトフックだとかメニューだとか Open4、えー、っていうのは常にアップデートをね GT5 がアップデートするたびにこっちもアップデートをねえーまあ、重ねてるんですけども今回ね法的措置を取られて Open4 は えー、まあこれオープン4の、えー、公式サイトなんですけども、配布してるね。ついに配布しなくなりまして、えー、タイトルにも書いてあります通り、テイク2 vs モディング、ね、改造、テイク2 vs 改造っていう見出し書いてありますけども、えー、法的措置をね、2017年の6月5日に受けたと。それによれば、停、え、戦、ー、協定はね、結ばないか我々と、と書いてありますね。で、簡単に要約すると、まあ、あの、今すぐ開発を、配布を中止しないと、 まあ訴えるぞっていうことで、すねでオープンフォーはそれに対して、あのー、我々ね、もうどういう愛好家からしてもらう、すると、あの、オープンフォーに戦ってほしいところなんですけど、本来。まあ、ちょっと、時間とかね、お金とかいろいろな労力がかかるので、自身の正当性は主張できる自信はあるけども、えー まあ、戦うことはちょっとできないかなと。テイク2ね、やっぱり大きな、えー、資産を持った会社ですから、もう世界でもね、その,の大手ですよ、本当に。GT シリーズで大成功を収めてますからね、相当金を持ってますし、相手は巨大ですし、やっぱり何よりも、オリジナルコンテンツ、リソース、GTF っていうリソースを保有してるのはあくまでテイク2ですから、そこにね、えー、モッドというもの、モッド文化がね、いくら何十年浸透しとろうが、叶わないんだろうと指したんでしょうね。戦っても勝ち目はないだろうなと。 まあ戦ってほしいところなんですけどね。まあ、そういう経緯があるということですね。でも今までまあ10年以上ね、モッド文化っていうのが続いてきたわけですよ。で、モッドっていうのはね、よくね、チートと一緒にされるんですけども、ここね、はっきり言っておきたいんですけど、チートとモッドはね、全くもって別物なんですね。チートっていうのは、まあ、文字通り不正行為なんですけども、モッドっていうのは、文字通り改造なんですよね。今まで私が YouTube で上げてきた、えー、モッド動画、星の数ほどありますけども、実写入れたりとかね、 えー、ベンツとかね、あのー、アウディとか、えー、そういう、まあ、トヨタとか、実在する車のモデルを入れたりとか、あと、銃をね、改造して、まあ、いろいろ検証してみたりとか、全部、どれもオ,オフラインの動画しか上げたことないんですよ。自分ね、オンラインでモッド使った動画、一回もファンの方だったら分かると思うんですけど、一回も上げたことないんですよ。それぐらい、自分はそこは徹底してましたね。あのやっぱり、チートなんですよ。オンラインにモッドを持ってっちゃった時点でもう、チートになっちゃうんですよ。 それは他のユーザーに対する不正行為ですから、だからチートって言うんですよ。オフラインでいくらモッド使おうと、誰にも迷惑かけないから、そこは、実はロックスターもそこを認めてるんですよ。ロックスターもね、過去に何度も、えー、こう言ってます。公式で、公式の声明で発表してます。あの、オフラインでモッド使う以上は全然 OK ですよと。むしろそのクリエイティビティを私たちは評価したいと言ってるぐらいです。で、実際に、あの、その、 えなんだ、実写、ランボルギーニっていう会社がありますよね。ランボルギーニの、えー、実写モッドを使った動画、ロックスターエディターで、まあ、簡単に編集した動画なんですけども、まあ、ランボルギーニが走ってるだけでも、走ってるだけの面白くもない、なんともない動画なんですけども、それをロックスターの、ね、ニュースワイヤーのトップページに掲載されてるぐらい、ロックスターは MOD に対、オフラインのモッドに対してすごい寛容なんですね。ただ、テイクツーインタラクティブはそう,そう、そうはいかないと。やっぱり販売元であり、親会社ですから、やっぱりあの、 利益を最優先するわけですね。あと自身、自社の、まあ、評判というかね。で、例えばね、今言ったように、ベンツとかアウディとか、まあそうですけど、実写をね、この犯罪ゲームですから、GT5。ベンツをまあ持ち込んで、モッドで入れて、で、人を引き殺したりとかするような動画をね、ね、例えば YouTube に上げるとします。上げないんだったらいいんだよ。上げないでオフラインで人人とね、誰にも見せる、誰にも見せず一人で楽しむ分には、 ベンツにも全く迷惑かけないと思うし、うん。いいと思うんですけど、それを YouTube に上げちゃったり、Twitter に上げたりしたらもうダメですよね。ベンツの評判が一気に下がるわけです。現実世界に存在する企業の評価が下がるわけです。で、それをね、テイク2インタラクティブって、お前は許してるのかと、ベンツさんから言われちゃうわけですよ、テイク2インタラクティブが。いやいや、私は関係ないですと。彼らは勝手にモッド使ってるだけですから、彼らは勝手なプログラムを作って、それをね、使ってユーザーが勝手にやってることです、行ってることですと。 どっか別のゲームからコンバートしてきたモデルを引っ張って勝手にやってることは私は全く関係ないと言えますかって言ったら言えないですよね言いたい気持ちはすごくわかるけど言えないんですよねいやいやお前のゲームでやってることなんだからお前が責任取れよっていう話でしかないんですよベン,ツベンツから見たらね他の企業から見たらサードパーティーだからテイク e 2インタラクティブは実はね長年これについて頭をすごい悩ませてきたんです目の上の単行部だったんですよねこのモッドっていうのがはいでもね一方で こうしたモッドのおかげによって PC 版がね、常に売れ続けてきた。えー、現在、今でもね、日本のね、g t 5の PC がこれだけ売れてるのはね、そういうモッドがこれだけ発達してきたから、GTA5 のね、売り上げに寄与してきたからっていう理由があるわけで、そこはもう完全には、一応には無視できないんじゃないかなと私は思うんですけども、ただ一方でね、そうしたまあ著作権ライセンス的な問題は常に今でもあると。そこをどううまく対処して、まあ、今後ね、 えー、モッドを守りつつモッド文化をテイク2インタラクティブがモッド文化を守りつつ一方で自身の利益、えー、信頼のね獲得につながりをやっていくのかっていうのはねテイク2ももちろん考えなきゃいけないことですしこちら側もねツールモッダって言ってもモッド開発者も考えなきゃいけないことなんですけども、えーまあ、今後の流れとしてはね現時点ではそれ以上声明発表していないんですけども 多分このままいくとね、GTA6 の PC 版はおそらく発売されないか、そもそも発売されたとしても全然売れないんじゃないかなと思います。あくまでモッドあっての PC 版 GTA なんですよね。うん。で、実を言うと t a k e 2イ,インタラクティブっていう会社自体は昔から PC 版 GTA をね、あまり発売したがらなかったっていう経緯があるんですよ。今回の件に至る前からね。なぜかっていうと、やっぱり何回か過去にモッドでね、 えー、自社の不利益をこるよようなことがあったんですよ具体的に言うと、ホットコーヒー事件っていうのが有名なんですけども、これ何かっていうと、えー、サンアドレスだったっけかな ?GTASA だったかなあのー、まあ、性行為をね、行うことができるモッドではなくて、もともと性行為を行うことができるゲームを発売してたんですよ。GTA サンアドレスっていう。でも、えー、なんか問題があって、その、G、あの性行為の部分はカットされたんですけど、確か、カットした部分を、 モッド開発者が掘り起こしてきて、性行為のシーンをこう見れるようにしたっていう、まあ簡単に説明するとね、ざっくりですけど、細かく言うとちょっと違う部分あるんだけど、ニュアンスとしては、まあ、ざっくり言うとそういう経緯があったんです。要するに、モッドによって、自分らの黒歴史をね、引き剥がされ、掘り起こされてしまった。だから不利益を被ったっていう事件があるんですけども、あのー、まあそういったような、似たような年齢が過去に何度もいくつも存在して、モッドに対しては常に頭をね、悩ませて、頭をかし、首をかしげてきたという経緯があって、 ただ一方で、モッドのおかげでこれだけ売り上げがね、できたと。で、売り上げができた g t 5最新作で、GTA オンラインっていうものをね、ちょっと出してみたわけですよ。うん。こんなん出してみたらどうかなって。伸びるかなって。での、出してみたところ、無料でね、頑張ってアップデートをね、今まで何度も繰り返してきた GTA6 スター、実際成功してますよね。すごい今大人気じゃないですか。えー、どんどん物価も上昇してますしね。ちょっと辛い、やりづらいですけども。 だからね、GTA オンラインで今後1本でやっていけるんじゃねって、もしかしたら思ってるかもしれないですね、GTA、あデイクツイ,ーインタラクティブ。今もう8000万本ぐらいなのかなに到達する勢いに達してますね、GTA5 っていうのは。うん。これだけ売れたら、あとはもう、まだまだ売り続けられるだろうし、もちろん、パッケージも当然。で、売り,つ売り続けた後に、その買った購入者がさらにね、えー、シャークマネーカードって言って、 オンラインコンテンツですよね。まあ、課金でさらにこうお金をね、ゲーム内マネーを買ってくれることでさらに利益になるし、二次利益になるわけですから、それにも十分期待できると。だからオンライン、GTA オンラインがあるだけでもう我々はずずず十分一生食ってあげるという自負は多分あると思うんですよ、少なからず。だからもう GTA オフラインなんていらないんじゃねぐらいにね、思ってるかもしれない、下手したら。GTA オフラインいらないっていうのは、イコールこのオープンフォームいらねえってことなんですよね。 こいつはもうほとんどあのこのこいつって言ったら失礼ですけどこのオープン4は GTA オフラインに対してのみ影響を及ぼしているまあモッドをね使わせてくれているものであって GTA オンラインに対しては全く関係ないんですよねうんねだからモッドなんかなくたって別に自社のねコンテンツは常にあるんだからコンテンツは残しつつもうんこいつだけとりあえず見せしめに排除しとくかみたいな感じなんでしょうねもしかしたらねそれでユーザーはすごい怒ってると なんで怒ってるかテイクーインタラクティブ今回のね、えー、措置に至った最大の理由は GTA オンラインで今チーターが暴れてるからそれに対処するためなんですよだったらこいつを消せよっていう話でしかないんですよねなんで間違えてこいつに飛ば地当ててんのっていう話なんですよ 99%の PC 版ユーザーはね、今もうブチギレてるわけですよ。このミスった判断に、テイク2インタラクティブのね。で、テイク2インタラクティブも、あのー、もう悪いけど、今、株価もすごい急落,急落してるし、暴落ですよね、自社の株価も。で、タイトルの人気も、不評、圧倒的な不評。もう、ぶっちゃけ s t r でね、こんなの見たことないですよね、過去に。一度たりとも見たことないレベル。ここまで不評がもう低下するっていうのはね、ああ、こんなことあるんですね、っていうレベル。 下手したらこれ総合の、ね、トータル評価が今どんどん落ちてきてますけども賛否両論どころかも,もしかしてトータルで GT5 がねクソゲーにならざるを得ない日本だけじゃないですよ全世界でだからねああ全世界で GT5 神ゲーと言われてたのがねクソゲーにならざるを得ないなとコンテンツ自体は面白いんだけどもでもそれだけねやっぱりモッドが強い影響力をね占めていたっていうことなんですよね背景にあるのは モッドがなくなったらもう要するに GTA なんてやる価値ないよって言ってるようなもんですよね。この、これがもう数字,数字というかまあ、れてますよね、形に。うん、ちょっと申し訳ないけどでもこれってね、はっきり言ってロックスター、まあ、クリエイターからするとすごくショックなことですよね。自分らが作った GTA っていうね、何年も汗水かけて、もう現地ロケハンして、写,写真で取材してさ、こう街の写真、風景写真撮って、それに基づいて忠実なこうモデルをね、作って、汗水流して、 えー、作った作品が評価されるんじゃなくて、その100作品の上に乗っかってきたモッダーたちのが評価を受けて、この実際作品が売れてるっていうね、すごい複雑な気持ちでしょうね。だからあまりいい気はしてなかったんだろうね、クリエイターとしては。ただビジネスとしては大成功を収めた。モッドとの相性がすごい良いからね、このオープンワールドっていうゲーム性がそもそもね、難しいところなんですけどもね。まあでもまあこういう経緯が、ね、ある、今回も騒,騒動があったわけなんですけども、 オープン4の開発シーンは、えー、もう今後開発は一切しないと断言してます。今まで10年間開発続けてきたけどもうやめますとここで、ね。これがないとモッドがねそもそもできないっていうユーザーが99%だから要するにこれどういう意味かっていうとほとんどの PC 版ユーザーがもう GT5 をやめざるを得ないっていうことを表してるんですね。 わかりますこれすごいね甚大な問題ですよね下手したら本当に冗談じゃんつまないレベルで g t 6がそもそも販売,販,売さ販売すらされないかもしれないっていうね非常事態なわけですよねでこの動画を通して皆さん何か感じていただけたらちょっとね動画の下の説明欄にリンクを貼っておきますのでえ何かっていうと署名ですよね えー、このテイク e インタラクティブの差し止め、モッド差し止めを取り下げるための、まあ、運動に参加していただくための署名に皆さんね、ぜひ参加してほしいなと、心から思います、えー。海外のね、大手 g t a ユーチューバーは皆さん、今ね、廃業レベルですよ、本当に。<laughs> 本当にね、GTA のモッドが使えないんじゃ GTA でもう何撮るのっていう。GTA で撮ることあるっていうレベルね。まあ、強いて言うとオンラインだよね。自分もまあ、オンラインはね、ぶっちゃけ楽しいからいいですよ。 ただ PC 版ユーザーほとんどね、オンラインなんか起動したことのないユーザーがほとんどなんですよ、PC 版って。実を言うと知ってました。PC 版ユーザーほとんどモッドで遊んでるだけなんですよ、オフラインで人々と,と,と。オンラインなんてね、もう起動してもあの物価の上昇もね、最近激しいし、何もつまんない。しかもね、モッドを入れたら、金増やしたのなんだの、ね、コンテンツ買うために金増やしたのなんだのしたら、まあ、バーンされると。 誰もね、オンラインなんか行かないんですよね、そんなの。オフラインでもドラソンでた方がはるかに楽しいよね。どんなに金増やしても、車をモッド使っても、無敵にしてもね、誰にもとやかく言われないわけですから、そりゃオンライン起動しないわね。要するに、オンラインにもう魅力がないって思ってるユーザーがほとんどなんですよ。ただ PS4 とか PS3、Xbox One、Xbox のユーザーからすると、オンラインはまあ今でも楽しいと思うんですけどね。でも、チーターがこれだけ蔓延してるわけだから、それに対して、今回対策を乗り出したつもりが、完全にやり方も間違えてると。 もうアホでしかないんですよね。もう地獄絵図ですよ、今。非常にカオスな状況ですよ。<laughs> 何やってんだ、お前らと。何やってんだ、お前と。テイク2と。いう感じですね。はい、あ。もう聞いてて悲しくなってきますよね。うん。すいませんね。ちょっと自分のあの話がちょっとまとまりなくて、えー、ちょっと一回リハーサルしておくべきだったね、まあ。とにかくそういう事態なんですよね。あのー、 まま、じゃあ最後にね、何か伝えたいことがあるかって言ったら、m r g t h i g h モッドとして言っておくとですね、あのー、今まで m r g t h i イ h m o っていうのは、まあ、あの、モッドのね、紹介をね、メインに行ってきたという経緯があります。m r g t h i イ h m o っていう名前、名前にもまずモッドがね、付いてますから、g t イ5のモッドがやりたくて、この m r g t h i イ h m o っていう名前にね、そもそもしたんですけど、まあ今回の一件で、まあ、m r g t h i イ h m o そのものがもう、うん、終わりかなと。 いうのはねちょっと一瞬感じましたけどもまあでもねまだまだ全然あのー、やれます実を言うとモッドはねやれるんだよね他にもなぜかっていうとこういうツールがねあるんでいくらでも実はあるんですよであと実はねまだ Open4 っていうのもアップデートさえしなければ使えるんですよただ、えー、今銃器密造アップデート来ましたけども次のアップデートでもう完全に使えなくなると思いますで Open4 開発チームもいずれ動作を停止するだろうと言ってます今ね 手元にオープンフォ4がある人でもいつか動作を停止されたらもう使えないですから。要するに、そうなる前にテイクツーインタラクティブがね、何かアクティブをしてくれないと、要するに今回のことに関して反省してっていうのはおかしいけど <laughs>、まあ反省っていうかね、まあ後悔、少なからず後悔をしてると思う。売り上げが相当落ちて評価も落ちて株価も急落してるから、絶対後悔をしてると思う。で、それに対してね、やっぱりやり直し、すいません、やっぱりオープンフォ4はちょっと、あのね、バッテンをこう取り外しますっていうことをしてくれないと、 GTA 文、モッド文化が終了っていうかもう GTA 文化そのものが終了する可能性があるよね。こっちのオフラインに関しては。ただ、オンラインに関しては、コンソールでね、続けていくんだろうね。あ十分いけるんだろうね。PS4 とかでね。うん。PS4 民にしたらオンラインは十分楽しいですからね。VC 狩りとかね。 うん、みんなでこうフレンドで遊んだりとか独特の楽しさがありますよね。自分もあの実,況やってる実況をメインにやってる時代はオンラインで活動していましたけども、すごい楽しかったですし、実際。まあ、今でもねあの課金したりしてやってますけどもね。えーまあ、そういうことでね、ロックスターがね、あテイク2がねもしオンラインだけと見切りをつけてオフラインを捨てるつもりなら、モッドも捨てるということなので、要するに PC 版ユーザー全部が、ね、離れるということ。P、GTA から。 一気に売り上げが落ちますし、会社の、ね、株価も急落,急落しますし、ね、大変なことですよ、これって。よっぽどオンライン一本でやっていけるって自信がないと無理ですよ、はっきり言って。ね、本当にどうするんでしょうね、テイク2。まあ結構ね、この会社やりやる詐欺が多いんで、あの、例えば GTA オフラインだってさ、いつしか言ってたじゃん。2年ぐらい前だっけ、ストーリーをね、拡充しますみたいな。ストーリーリ 大型アップデート来るみたいなね。一回も来てねえじゃん。一 <laughs> 回発表があっただけで、それ以降何の音沙汰もないし、あと、エージェントっていうね、スナイパー隠密ゲームみたいなのがね、一回発表されたことありましたけども、何の音沙汰もないし、一回の発表から。ねえ、創造的なクリエコミュニティをね、どう保持していくか検討中とは言ってるけども、要するにそれって、モッド、モドね、オフラインでモッドを使える現状もやっぱり確保はしていきたいと思うとも言ってるわけだけども、多分言ってるだけで、 何の行動にも出ない可能性はね、十分極めて高い、うん、と感じる。このまま行く可能性十分あると思う、下手したら。うん、よっぽど今回のミスった判断によって自社がね、不利益を被らない限りはね、うん復活、復活しないと思う。復活はないと思う。モッドの復活は。オープンフォーのこのね、えー、法的措置の、まあ、撤回ってことですね、要するに。それはないと思います。ね ま、じゃあ最後にね、ちょっと Steam の方でね、販売サイト、PC 版の販売サイトですね。ここでちょっと皆さんの、ね、ユーザーレビュー見ていきましょうか。はい、あ。え、まあ、一部ですけどもね。シングルでしか遊ばなかったので、えー、今回のモッドに対する不関与の姿勢にはどうにも容認できないと。も、ま、う、あ、本当その通りですね。オンラインで不正に使用されるリスクがあるとはいえ、圧倒的資本力を持つテイク2側がモッドコミュニティの拡大によってセールスに寄与してきたユーザーを排除することは極めて不誠実な対応と思えると。 そういういことですよねちょっと自分勝手というかね。うん。ちょっとモ,モッドにね、感謝しろっていうのも変な話ですけども、モッドのおかげでこれだけ売り上げを伸ばしてこられたっていう背景は間違いなく存在するので、それを一応に蹴るっていうのはね、この人も言ってますね。一応に排除してしまうのは今後のセールスに大きな影響を与えるはずだそうですね。まあ、公開してほしいと思います。テイクツインタラクティブには。公開してほしいし、それでやっぱり思い考え直してほしいですよね。うん。 モッドを守れ。本当ですよね。ノーモッド、ノーライフとはよく言ったものだから、ノーモッド、ノー GTA であろう。<laughs> あ、本当だね。これめっちゃ面白いな。ノーモッドのおじ、ノー g ほんとですね。まあ、ちょっと皆さんね、ぜひあの署名に、ね、ご協力お願いします。ミスター体 t モッドからもね、もう皆さんに頭を下げる思いでね、ちょっとお願いしたいと思います。この署名の参加、ぜひともよろしくお願いします。今後もね、まあ、 動画のね、モッ,モッド、モッド、あの、自分も実,実況もしてますし、モッドの紹介もしてますけども、全然実況もね、やりたいと思いますし、モッドなしのね、オンラインとかね、やれますけども、やっぱりモッド紹介をね、楽しみにしてるファンも多いと思うので、私の視聴者の中には、それを続けてほしいんであれば、もうぜひともね、もうあのー、 この署名活動に参加して欲していいなと思いますもう動画、リンク貼っておきますので、リンクは動画説明欄に貼っておきますので、ね、ぜひともよろしくお願いします。今回ちょっとね、ぐだぐだと、えー、冗長な雑、ね、談みたいな感じになってしまいましたけども、まあ、話まとまりがなくて申し訳ありませんね。えー、ちょっと水一回も飲んでなくて、ね、口が乾いてきたんで、そろそろ、ね、終わりにしたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。はいまあ、次回以降は、ね、ちょっとオンラインの動画を、ね、上げていきたいと思います。そろそろやりたかったんで。はい えーまあ、モッ最もね、までやれるんでやっていきたいと思いますけどね、やれるところまでやっていきたいと思います。いつ終わるか分かんないけども、その前にね、終わる前にテイク2になんとかね、動きに出てほしいですね。それを期待して、えー、えー、まあ、皆さん、署名をお願いします。ということで、以上、m r ー t y ーモ o d でした、えー。えー、貴重なご時間をさせていただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。